さあ始まりました。今日も京都で自分史上最強の自分ということで、フートです。ご視聴ありがとうございます。初めましての方、初めまして、ありがとうございます。つまり今回のテーマは留学中に起こったハプニングベスト3。はい、というわけで、そう、実際にカナダバンクーバーに留学したわけなんですけれども、その間にハプニングもいっぱいあったんですよね。そのうちこれはきつかったなっていうハプニングを3つ紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。それでは行きましょう。ベスト3というわけで、最初の一つはこれだ。現金がない。さあ、現金がない、これはもう本当僕が確認ミスだったんですけど、もう留学行く前に留学エージェントの方とか、ね、インターネットでカナダはカード社会、キャッシュレスですね。まあ日本はまだまだキャッシュが現金社会、現金主義なところあるんですけど、バンクーバーとかってすごいキャッシュレス、カード社会なんですよっていう情報だけがあったんで、あ、どうせカナダ行ったら日本でクレジットカード持ってたんで、このクレジットカードで行けるやろと思って、日本からカナダに行くときに現金、つまりそのカナダドルをも全然持ってってなかったんですよ。で、まあ実際カナダに着いたときに、まあ、ほとんど8割9割ぐらいのことは、まあ、クレジットカードがあれば大丈夫です。まあ、向こうで主流なのはデビットカード、まあ、その場で払った分が口座からそのまま引き落とされるっていうのがデビットカードになります。基本的にやっぱキャッシュレス、クレジットカードで行けるんですけど、でも言うてやっぱね、キャッシュが必要な場合もいっぱいあったんですよ。いや、そんな時にキャッシュがもう一銭もなくなってしまって、まあ、最初から本当に100ドルぐらいしか持っていてなくて、で、僕が一番困ったのは、日本の銀行口座にはお金あったんですよ。お金あったのにキャッシュが引き出せない。なんでかって言ったら、その持ってたクレジットカードに海外でのキャッシング利用っていうのをつけてなかったんですよ。そういうのってもう自動的についてるもんやと思ってて、でも海外でのキャッシングっていうのは、後で多分ね、まあ、クレジットとカード会社にもよるのかな、オプションみたいな感じでちゃんと最初にセッティングしてないと海外で引き出せないんですよね。うわ、マジかと、ちょっと待って、やばいやばいやばい、キャッシュないやないかいと。で、最初に直面したのは、僕最初1ヶ月はホームステイだったんですけど、そのホームステイが終わる時、まあ、言ったら自分で、ね、ネットでそのシェアハウス探して、まあ引っ越しするんですけど、その時の新しい家の最初の契約の時のその前払いとか家賃がキャッシュのみっていう物件だったんですよ。まあ、それも結構な家賃なんで、まあ、シェアハウスだから安いとはいえ結構まとまった額なんですよ。でもギリギリになってその海外キャッシングの設定してなかったっていうことに気づいて、もうやばいやばいやばい、え、ちょっと、でもあと数日後にはこのホームステイ先から出なあかんのに、ちょっと待って、現金がないと引っ越しできへん、え、ちょっと待って、このまま何ホームレスな感じになっちゃうかな、え、まさかの海外に来て初の公園暮らしみたいな状況にあって、まあ最終的には語学学校で知り合った友達に、ほんまごめんと、まだ知り合って間もないねんけど、ほんまにすぐ返すから貸してくれっつって、まあ借りたんですよね。ほんとあの時はもう毎日、もうその数日間はもうやばいやばいやばい、毎日冷や汗が止まらんというか、スーパーハプニングでしたね。日本にお金はあるのに現金が手に入らないっていう、これなんで海外留学とか海外旅行行く人は、今持ってるクレジットカードに海外キャッシング、海外で海外の ATM で現金を引き出せる機能がついてるかどうかを確認しておいてください。じゃないと僕みたいになんかホームレスなのかみたいな、とてつもない不安に駆られることがないんで、これはもうカナダに行って最初のハプニングでしたね。本当に現金がない、いくらカード社会といえど現金が必要な時とか、現金があった方が便利な瞬間は多々ある。なので海外で起きたハプニングベスト3のうち、1つ目は海外で現金が手に入らなかった。いや、本当にね、お金に困ることはいっぱいあると思うんですけど、まあ、そういうとこもね、ぜひぜひ事前にチェックしていっておいてください。さあ、そんなカナダバンクーバー留学中に起きたハプニング、2つ目、 MacBook Air が盗難。いや、これはね、ほんとびっくりしました。僕それシェアハウスに行ってからなんですけど、シェアハウスで僕カナダで有名なベースメント、まあ半地下の部屋に住んでたんですけど、結構大きい部屋だったんですけど、窓が2つあって、まあ半地下なんで、その窓自体がもうほんといわゆる地上の足元ぐらいの高さにある部屋だったんですよ。ある日語学学校から帰ってきました。で、自分の部屋開けた時になんか変やなって思ったんですよ。なんかすげえ風通しがいいというか、もう僕絶対戸締まりとか窓とかも閉めて家出るんですけど、なんかその日はすごい風通しが良かったんですよね。で、なんか変やな。で、窓見たら窓が開いてて、あれ、俺朝家出る時窓開けてたっけ、そんな、ちょっと待って、そんなわけない
で、よく見たら窓がもう開いてたというか、もうぶち破られてて、コッパみじんだったんですけど、その MacBook Air がなくなってて、パクった人もダッシュでやったんでしょうね。その充電コードはまだ残ってたんですよ。多分取ってプチって引きちぎって、そのまま走って逃げていったみたいな感じだと思うんですけど、いや、ほんと、まあ人生初めてですよ、もちろん。そんな自分の部屋の窓ぶち破られてパソコンパクられるみたいな。でもハウスメイトたち呼んで、もう軽くパニックになって、ちょっと待ってくれ、泥棒にやられた。でも人生で初めて海外で警察を呼んで、もう大丈夫か大丈夫かって不安になりながら英語で警察呼んで、いや、ほんとバンクーバーも比較的治安のいい国ではあるけど、日本でいる時と同じ感覚でいると超危険です。日本だとね、たまにスタバとかで、あの席取るのにそのスマホとかパソコン置いたまま、まあ、そのままレジに並びに行ってる人とかよくいるじゃないですか。カバン置いたままとか、あれは海外では本当にありえないですね。あんなしたら多分2秒でパクられます。一回聞いた話は、カフェのテラスでこうパソコン作業してたら、テラスなんでもう道路と面してるじゃないですか。そしたらブワーって一人男性が走ってきて、そのパソコンガッて掴んで、そのまま走って逃げていったんですよ。いや、もう、いや、想像できないんですけど、やっぱりどんだけ治安がいいって言われてても、日本ほど平和な国まではほとんどないと思うんですよね。なんで油断しない。大事なものは自分の部屋だろうが隠しておくとか、戸締まりは絶対するとか、カーテンは閉めておくとか、危機管理能力はやっぱ日本にいる時以上に、日本にいる時の20倍ぐらいは上げといた方がいいですね。で、まあ結局盗難された MacBook Air なんですけど、まあもちろん見つからなかったです。ちびりましたね。ちょっと本気で泣きそうになりました。これが2つ目のでっかいハプニングです。そしてハプニング3つ目。これは、シェアハウスに移ってからの話なんですけど、シェアハウスのオーナーが全員分の家賃とデポジット、前金を持って逃げた。意味わかんないですよね。最初の1ヶ月ホームステイしてて、その後シェアハウスに移ったんですけど、シェアハウスに行って1ヶ月後ぐらいに、なんか急に知らない男性が家に来て、急に今月からオーナーが変わったから、これから家賃は自分に払ってくれと。いや、まあ、ちょっと待ってくれです。怪しすぎるじゃないですか。だってそもそもはその前のオーナーから何の連絡も来てなくて、急に来た人がこれから自分に金送ってくれって言われても怪しすぎるじゃないですか。で、しかもパソコンパクられた後だったんで、まあ、そんな人が現れて、もうハウスメイト全員で集結して、いや、これ怪しすぎるから絶対払わんとこってなったんですよ。でも結局なんやかんやって話を紐解いていくと、でも結果分かったのは、実はオーナーが変わることはもう決まってたけど、それ前のオーナーが全然俺らには言わんくて、それなんでかっつったら、自分が僕ら全員の家賃を持ってで逃げるためだったんですよね。だから全員分の家賃と、カナダって家を契約するときにデポジット、あのセキュリティデポジットっていう、何ですかね、保証金みたいなのあるんですよね。大体家賃の半分なんですけど、で家を引き払うときにそのデポジットまた返ってくるんですけど、もうそれも全員分持って逃げたんですよ。もうすごい額ですよ。だってその時結構5人ぐらい、まあハウスメイト行った5人分の家賃プラス5人分のそのデポジット持って逃げたんですよ。そのめちゃくちゃハプニング。しかもその新しく来たオーナーが、今月分俺まだもらってないから払え。え、ちょっと待って、これもう俺は前のオーナーに払ったと。いや、でも俺は受け取ってないし、俺は今月からここの家のオーナーやから、今月の分は俺に払う分の家賃やから、もう一回払えって言ってきて、え、ちょっと待って、これ俺はもう払った。でもその俺たちが払って渡した人は逃げてる。でもみんなでもう、うわってなって、ハウスメイトたちとみんなでうわーってなって、それはおかしいやろ。でも結構その新しく来たオーナーさんと、まあ、実際いい人だったんですけど、まあ、その時分かんなかったんで、もうかなり口論になって、でも最終的にまあこっち人数もいたし、向こうの新しいオーナーさんが折れてくれて、分かった、じゃあ来月からでいい、でも来月からは自分に払ってくれ、まあ、結局まあ和解して、その後はその新しいオーナーさんに払うことになって、最後までその人がオーナーだったんですけど、何が問題だったかっていうと、その最初に引っ越す時に前金とか払うじゃないですか。その時にね、契約書を交わしてなかったんですよ。もう今考えたらアホやなって思うし、まあね、いっぱいいろんなねサイト見ると、引っ越す時とかは問題にならないように、最初に絶対契約書にサインしとけとか、契約書を作っとけっていうのがあったんですけど、もうなんせもうハプニング一つ目で言ったみたいに、もう現金がない現金がないっていうので、もう慌てまくってたんで、もうそんな契約書のことなんか頭から吹っ飛んでたんですよ。あ、それだから、その最初のオーナーが持って逃げた家賃は僕が友達から借りて払ったやつなんですよ。だからなんか、なんでやねん、もうめっちゃ腹立ちますよね。もう喋っててめっちゃ腹立ってきた。いや、まあ、ほんま、なんでやねんお前。まあ結局なんか、まあその金を持って逃げたオーナーはもう音信不通になってどっか逃げたんですけど、契約書もないし、そこで払ってたのが電子マネー、その銀行送金とかやったらそれで終えてたんですよね。警察も跡が残るから、データとかで。でも本当にその時現金で、しかも契約書もねって、もう最悪の状態だったんで、もう警察も何もできへんし、俺らも何もできへんし、その新しいオーナーも何もできへん。そんなことがありました、実は。
なので、ね、ハプニング3つ目は家のオーナーがハウスメイト全員の家賃を持って逃げた。いやもうマジで焦りましたよね。まあでもそのおかげで、まあ多分そのおかげなんかな、まあハウスメイトがすっごい仲良くなりました。僕が最後のその時僕が一番新しいハウスメイトだったんですけど、めちゃくちゃ仲良くなりました。その事件のおかげですごい団結力ができた気がしました。まあまあまあ今考えるとね、ありがとうって感じ。ありがとうちゃうお前。いやまあそれ置いといて、まあそんな感じです。さあ以上が僕がカナダバンクーバーに留学し中に起きたハプニング3つでした。結構レアなケースやと思います、3つともね。でもなんかここで学んだことは、やっぱりどんなハプニングが起きても結局自分で何とかしてなあかんし、結果ね何とかなるなって思った。全然知らん国やし知らん人ばっかりやけど、結構思ってるより自分って強いなというか、海外留学行こうって思ってる人、もしくは海外旅行とかに行こうと思ってる人も、まあこの3つはちょっと結構レアなケースやからあんまり起こらんかもしれないんですけど、まあね、でもなんか気をつけるに越したことはないんで、海外に旅行行った時は貴重品の管理だったり、まああとはなんか保険だったり、まあ、いろいろね対策できることはいっぱいあると思うんで、ぜひそういうところもチェックしておいてください。さあこの動画が面白かった、ためになったって思う方はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルでは僕が海外留学を通して学んだこととか、俳優活動をしてる上で学んだ知識などを皆様にお届けできればなと思います。ぜひこういう学校してほしいとかもあれば、どしどしコメント欄にご記入ください。またお会いしましょう。自分史上最強の自分。それでは。